この時間の島村演技初めてかもしんない。暗いよ。真っ暗だね。真っ暗、閉店間際。どうしても買いたいものがあったからね。そうだよね。俺からしたら待望だから。待望の購入品。そうか、欲しかったんだもんね。欲しかった。特別コーナーは全部そうだよね。こっち来ることないもんね、そんなね。頻繁にはジョコが好きなコーナーだもんね。ここです。出ました。ここですね。いや、今回ね、買いたかったのはね、これなんだよね。これまた枝木ショー。そうなんだ。ショーなんだ。どれがいいかなぁ。なんか、なんか手作りっぽいからさ、全然違うじゃん、なんか。そうなんだよ。え、これキャップあるわ。これ違う。あ、違うの入ってる。じゃこれこっちだ。違うやつか。こっち。え、てかこれも違う。これも違う。これ小ぶきりだ。あ、違うな。じゃあ2つか。2つだ。それこっちだよね。え、キャップついてない。キャップついてないよ。キャップ付きだ。キャップ付きの方がいいよ。あら。でもキャップつけて少ないよ。他のやつキャップついてないもん。ついてないね。確かに。ではじゃあめっちゃこれ。うわぁ。これ、やっぱりこの先端がね、傷ついちゃうから、この表面。キャップあった方がいい。キャップあった方がいい。いやいやいや、すごいな。お高いんでしょ。お高いです。すごいよ、高すぎる。今どれ持ってんの。今はね、これでしょ。で、これだ。これでしょ、はあ、あとこれ3つ持ってんだ。あとこれ、ああいう、それも持ってんだ。4つかな、4つかな。韓国料理店で使う箸じゃない。見えてきたな。やっぱ歯がついてるやつは高いんだよね。なるほどね。これもそうだけどさ、これ安いな。もうこれなんか持ってんの。これどれ持ってんの。これ持ってる、これ持ってる。あ、これ持ってんの。うん、加工がむずいのかな、この形。いや、そうでしょ。これも結構いいね、お値段したの。どっか、そう、やっぱ職人技がね。どっか、こういうのにまつわれるんだよね。でもやっぱ、キクワじゃないから、キクワじゃないから買えないんですよ。これガチだな。そう、全然安い。さすがキクワさん。いや、すごいな。大量生産じゃないから。いつかさ、あのキクワさんの布みたいなんだよ。え、これ、これキクワさんの。あ、なに、ジョウロの先。キクワさん、キクワさん、ほんとだ。こんなの売ってんの、ね、これは出た。これハケみたいなやつ。入門だったよ。なんだ。入って言えば盆栽手入れ用具。履くんだよ。何を履くのこれ。土とか。いやー、今日これね、欲しかったんですよ。え、俺もじゃあちょっとなんかしがらき焼きでも見えるかな。出た。寒いっすね。寒い。マジで寒い。あと15度まで気づかるから、はい、もうあの植物とかなり発達してる。やばい、やばいっすか。15度だから、まあ、取り込む前なくてもいいけど、ちょっと注意しようと。あ、発芽が甘いものとか、はい、そういうものをちょっと注意して。やばいじゃん。夏型はどう。やばいじゃん。おはようございます。やば、そう、急に寒くなったもんな。うわ、これ結構大物いくね。グラキリスじゃない。うん、似合いそう。あ、そっちね。それいいじゃん、ジョボ。そう、これちょっと肌面に似てない。え、肌面じゃない、ちょっと俺が今見たやつに。これ似てる。これ 3D プリンターのやつだよね。いい 3D プリンター。これしてみようかな。いや、すごいかっこよくなりそうね。陶器の 3D プリンターだ。おいくら。これね、お安いんですよ。安っ。そんな安っ。
俺これにしてみよう、これ買おう。これでもすごいよね、陶器ってできんだもんね、うん、いやすごいよ、うん、すごい技術すごい。これにちょっと植えようかな。なるほどね、いいねホクホクしやがって、うん、この間俺これにさ、ケラリアピークマイヤー植えたんだ。はいはいはい、このサイズだったんだよ。このサイズじゃないと入んなかったの。結構でかいよ、グラキリスもこのサイズだから。やっぱこの下のやつじゃない、これ。いやちょっとそれ大きいか。いやまあありありだと思う。でもパンパンに入れるのがいいんじゃないの。あーあー、ギリギリに。そうギリギリに。これそう、これでもかっこいいよね。いやでもちょっと土が少ない、これじゃなんか。あーダメか。ちょっとなんかそんなジョーが買い物してたら俺もしたくなっちゃうけどさ出ました、陶器、陶器のやつ見てみない、すげえいろんな形あるよ。陶器スリンタワージね、こういうのとかもなんか荒々しくて。陶器の 3D プリンターすごいよ、すごいよね。日本にびっくりだな、ね、すごいな。うわなんかすごいかっこいい。寒いここ。寒いよマジで。ここ言われてみたら寒くなってきたわ。これもかっこいい。かっこいいこれ。低重心でいいね。グラキリスこれでいいかもな。俺ダメだ、俺ダメだ、優柔不断だからこういうの決められないから。やめなくなっちゃった、うん、やめなくなっちゃったどっちがいい。こっちの方がかっ、こっちの方がかっこいいよね。ちょっとでかいのよ。そうだよね、ちょっと一回り大きいかもね。それだとちっちゃすぎるんでしょ。ちょっとちっちゃいのよ。火鉢か、火鉢も火鉢っぽいよね。やっぱ閉店間近でちょっと感覚バグってるからもう一つら一旦ね、うん、これするじゃあお買い上げというのね。夜もやっぱ雰囲気違うね。全然違う、全然雰囲気違う。だってすごい、こんなにねえ LED が光光と光ってる感じ、ね、なかなか見ないよ、ね、なかなかないもんね。今感覚バグってるからポンって取りそうだよねちゃいそうポンってなんか細め駅じゃないやつあるよ。何あれ、何これ、シジミラみたいな感じか。あーなんていうのこれ、雪見ね。何だろうすごい、いやこれ今サボテンがえ、これ受け皿ないの。あらあらあら、あ、ここにお前のここで買った龍神木はこんなんだから、今日は普通に来たんだよ。これも植え替えよう。2980円と、そう金額防災ロベルです。嘘嘘枝切るんですよね。枝切るです。すごいですよね、枝切るだけに。
1500円ぐらいのハサミもあったんですけどね。もうちくわで統一しちゃってるんだよ。ありがとうございます。そのままでいいです。いいですか。はい、嬉しいね。はい、買い物するっていいね。ホクホクするわ。そうだよな、そりゃそうだ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、夜雰囲気いいっすね。なんかいいっすよ。飲みたくなっちゃう。ありがとうございます。